各地の風に注目していきたいと思いますが、今日は冷たい風が各地で吹きましたよね。そうですね、今体感温度を、ね、かなり落としている状態なんですけれども、明日の朝にかけても、ね、関東の沿岸部などはちょっと風強いんですよね、はい。こちらの図、まず現状をご覧いただきましょう。現在の風向風速の実況図になります。西日本ですとか東日本は沿岸部を中心に、ところどころやはり風が強く吹いております。曇っている関東も、ね、沿岸部では平均で5メートル以上、1メートル風が強くなれば体感温度1度下げるというふうにされますから、これが寒い今要因となっております。この後なんですけれども、風の予想で見てみますと、西日本東日本エリア、西日本はだんだんと弱まっていく傾向でして、ご覧の通りね、穏やかな天気が戻ってきます、はい。ただ関東はね、まだ明日の朝にかけても北寄りの風が沿岸部中心に強く吹きそうでして、明日の朝にかけて気温もね結構下がります。その上風も強いですからね、関東は特に体感温度の低下、これにお気をつけください。で、明日の気温予想こちらです。西日本に関しては風もだんだんと弱まっていって、昼間はこれ、ね、過ごしやすい体感、東京も昼間は18度と過ごしやすい体感戻ってくるものの、朝はかなり関東エリア冷え込みます。寒さが増しますので、昼と、朝と昼の、そういった体感差、服装の調節要注意となりそうです。はい、詳しいお天気や気温の予想はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。